地理院地図 Google ググマップ小松島競輪場小松島競輪場は徳島県小松島市大須町にある競輪場。施設所有及び主催は小松島市。競技実施はジャカ中市国支部。実況は持村かな。小松島競輪場は1950年に開設された。開設記念競輪として阿波踊り配送派戦が毎年7月に開催されている。 過去には2006年に、ふるさとダービー、2010年に共同通信社配春一番が、マスコットキャラクターは、アワタヌキ合戦の、金長キをモチーフとした、ボンスター。それにちなんで、ボンスターカップ及び、金長キ配送脱戦が開催されている。他にも、現役時代、スッポンの異名を取った、笹田真嗣を称え、笹田真二配送派戦が開催されている。 2004年3月17日から四国競輪インターネットライブによる動画実況放送が行われていたが2010年11月2日に終了した。トータルゼータシステムは日本ベンダーネットを採用している。ガールズ競輪については、なお小松島競輪場をホームバンクとするガールズ競輪選手は118機の岩原さやかがいる。今後は、 小松島市議会で承認を得られたことから、2020年7月の開設記念開催終了後、同年内にかけて、照明設備の設置など、施設改修を行う予定。試行者間のミッドナイト競輪連絡協議会の承認を得られれば、ミッドナイト競輪を開催する意向である。400メートルを使用している。直線の長さは標準的だが、 かつて500メートルバンクだったものを回収した名残で、関東がやや緩いのが特徴。なおバック側は建築物の裏が岸壁という全国の競輪場で最も海に近い立地となっているため、常に海風の影響に対する注意が必要となっている。かつては1990年代は淡路島から2000年代以降でも徳島駅より小松島市営バス。 立花西定留所より徳島バスによる無料送迎バスが運行されていたが2011年3月31日に廃止された。また前日廃止に伴い南小松島駅から小松島市営バスによる無料送迎バスが運行されていたが2012年3月31日に廃止された。ただし開設記念の開催時のみ徳島駅から 無料送迎バスが運行されているようである。2014年、2015年、2016年、枝サービスセンターは2011年10月10日に閉鎖された。一節4日完成開催となった2002年4月以降の歴代記念競輪優勝者を歴。ありがとうございます。